おつこぼちゃんです。イキイキ行列のできるフランチャイズ本部のゴリピーです。今回はどういった内容でやっていくんでしょうか。本日は一人でできるフランチャイズ加盟金ランキングトップ5を話してもらえませんか。加盟金が安いところを探せということですね。それでは今回もゴリピーがネット上で調べました一人でできるフランチャイズ加盟金調べということで、加盟金が安いところをですね順番に集めたものになります。もしかしたらこれより安いフランチャイズもあるかもしれませんが、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。では早速行ってみましょう。ではまず5位、2つあります。加盟金ほぼ150万円ということで、我が大吉カバーオールと金沢屋さんです。これなんでまあほぼというかと言いますと、カバーオールがですね154万円、金沢屋さんが150万円ということで差が4万円でしたので、もうこれは2つ第5位という括りにさせていただきました。カバーオールについてはですね、我々のことですので、すでに事業概要もご存知いただいているかなというところで割愛しますが、金沢屋さんですね、未経験自宅一人で開業できる、でさらに襖や障子網戸の張り替えビジネスという形になってます。まあ、今ですね建具屋さんがこうなくなった地域が非常に多くて、競合が減少傾向にあるそうなんですね。人口の多い都市部ですとか、あるいは和室が多い地方なんかで幅広くニーズがあるような形になっているそうです。続いて第4位、家工房事業部さんです。加盟金は143万円。で家工房さんは地域密着のお家の何でも屋さんということでされておりまして、電球交換なんかの小さなことからですね信頼を得て、家全体のお掃除ですとか、さらには修繕やリフォーム等にも対応しているということでした。本部との連携で住まいのあらゆる困りごとに対応できるので、信頼関係が築きやすく依頼が増えていくというようなお話が書いてありましたね。高齢化社会の中で一般的な便利屋さんでもお受けしない小さな相談ごとなんかも受けられる家工房さん、時代に求められている社会貢献にもなるビジネスというふうになっております。続いて第3位、2つあります。お掃除本舗さんとお掃除革命さんです。加盟金は33万円。どちらもハウスクリーニングで有名なフランチャイズですね。まあ、どちらの会社さんも無店舗低投資で高収入を目指せるフランチャイズと謳っております。車1台で開業可能ですし、在庫リスクなしで1人で開業スタートができるモデルというところですね。まあ、お家のエアコン清掃ですとか、浴室やキッチンの水回りなんかの作業を行うわけですが、まあ、その市場規模 1.5 兆円と非常に大きなマーケットになっています。でそれに伴って需要も当然非常に多くありますので、繁忙期は結構忙しいというようなお話が書いてありました。続いて第2位、日本お掃除代行さんですね。加盟金が22万円となっております。まあ、先ほどご紹介したお掃除本舗さんですとかお掃除革命さんと同じハウスクリーニングのフランチャイズなんですが、加盟金はその2つよりも安いという形になってます。日本お掃除代行さんが提供するサービスはエアコンですとかレンジフード、換気扇、浴室、キッチンやトイレ、洗面所、洗濯機、空室クリーニングと、まあ、幅広いハウスクリーニングサービスとなっているというような形ですね。お仕事の1件の平均受注額は2万5000円ほどという形になってます。高単価かつ 70% の利益率ということで高いですね。週末起業などの少ない稼働でも収益を確保できるそうですね。これで顧客開拓も本部がやってくれると、今のところいいことばっかりっていう感じですね。はい、お邪魔します。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ大吉カバウルの加盟オーナー大募集中です。詳細は概要欄から。事業継続率ナンバーワンのフランチャイズがここにあります。それではいよいよ第1位の発表です。第1位は大黒屋さんです。加盟金はなんと0円と。0円ってどういうことって思いますよね。本当にこう調べてみると0円みたいですね。店舗内外のこう外装工事費用ですとか、その他の不動産取得費なんかも本部が負担してくれると、徹底的に初期投資を抑えてるというような広告になってました。まあ、ただですね、やっぱり全てかからないというわけじゃなくてですね、開業前の研修費ですとか、あるいは準備費用ということで50万円、さらにまあ店舗の家賃などは後々かかってくるというところですね。さすがにそうですよね。まあ、ずっと無料ってなかなかないと思います。この大黒屋さんですね、皆さんご存知のように買取屋さんですね。ブランド品とか貴金属、あるいはまあチケットや各種商材と幅広い商材を扱って、最短即日売却、在庫リスクなく買取業を始められるというふうな形になってましたね。加盟金が安いというのは加盟される方にとっては初期投資が小さく非常にありがたいと思いますが、カバオールさんの場合はなぜこれが実現できるんですか。今回カバオールの加盟金自体は全体でいうと下の方になってしまったんですけれども、カバールの場合は加盟金と別に希望する売上に応じて顧客開拓費用というのが必要になってきます。なので加盟金部分はそれほど高く設定していないというような形になってますね。で逆にじゃあ4位以降の加盟金が安いところってどうなのっていうと、やはりこう加盟金が安いということは、例えばロイヤリティが高かったりですとか、研修費用が高かったりですとか、資機材類が高いなんていうことで、何かこう別の方法でお金取られてるケースっていうのもよく聞きますので、単
単純に加盟金が安いからといって始めると、まあ、ちょっと危険なパターンもあるというところかなと思います。ということでですね、以上一人で開業できるフランチャイズ加盟金ランキングトップ5ということでしたが、いかがでしたでしょうか。加盟金安いということは確かにですね、初期投資が低いのでハードルが下がってありがたいことなんですけれども、その後にですねロイヤリティがかかってきたり、あるいはランニング費用が高かったなんていうところも出てくるケースございますのでですね、まあ、ぜひそういったところも見ておかなければならない点としてしっかりと調べた上でお選びいただければと思います。また大吉カバウルですね、少しでも興味ある方いらっしゃいましたらウェブ説明会を行っておりますので、ぜひ概要欄からお申し込みいただければと思います。今回の動画も参考になったなという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。ゴリピーでした。ありがとうございました。